暑いんやけど部屋が。みずきさんこんばんざい。ナンシーこんばんざい。あ、今日おろしよ。今日のライブおろしでした。じゃあちょっと帰ってからいろいろやること終わらせて、大体やること終わらせてつもりだったけど、まだやばい大事なことがっていうことを思い出した。みんな気づいたと思うけどやばいです。明日の告知を忘れていました。おめおめおついやった。明日の告知してない。明日、明日はしたんやっけ。え、でもやばい、こんばんざい。新規バラバー、よかったな。し、楽しんでくれたなら最近いっぱいだよかったよ。星くんやっほー、今日ありがとうね。今日は髪型が、今日はおろしだったんだ。巻いた、くるりんぱってしてからね。やっぱりさ、毛先にかけてピンクよね。ピンクシャンプーちゃんとしとるけん。でもやっぱ根元はね、ピンクシャンプーねやっとるけど、あんまり色があれみたい。まだ毛先が色ついとるけど、あれだね。明日の最近一段と聞いて、わあ嬉しい、ありがとう。でも今日さ、後から写真見て思ったけど、なんかちょっとむくんでた気がするんだ。今日朝マッサージしたけどなーって思って。カイトくんやっほー、今日も気持ちありがとう。マガタンさんこんばんざい。ゆっくん、ヤッホーピー、ヤッホーピー、りなちゃん、お久しぶりー、ヤッホー、なんか、この間もお久しぶりって言わんかったっけ、気のせい？おひさん、ヤッホー、かいたくん、ライブお疲れ様、ありがとう。シャムン、こちらこそありがとう。あゆみさんがおらんかったけんね。ありがとう。あ、葵くんだ。読めるようになったよ、ちゃんと。読めてはないんやけど、きっとそうっていう。わしゃー、ヤッホー。今日はいつもとはまた違う時間です。今日はこの後多分ショールーム1時間ちょいぐらいやったら、まあやけん大体まあ1時間ぐらいやって21時から YouTube 配信をしたくて、うん。で今日で APEX のゴールドに行くまでやるっていう配信をしようかな、どうしようかなって思っています。でもなんか何か縛りつけたいなって思っているので、ちょっとテーマ募集中でもある。やばい、目かゆいんやけどどうしよう、目かゆいんやけどどうしよう、めっちゃ目かゆい、今日目かゆい、目めっちゃかゆい、どうしよう、めっちゃメイク落ちた自信がある。今のでめちゃめちゃ目かゆい。最近めっちゃ目かゆいよね自分。絶対にメイクが落ちた。てか汚くなってそう。めちゃめちゃ目かゆいんやが。最近毎日言うよね、目かゆいって。あにゃん表現力、嬉しい。やったね。あ、ピスポンや、ヤッホー、カイトくんこんばんは。あれ、カイトくんさっきもこんばんざいってせんかった？あれ、あ、さっきはライブお疲れ様。いや違う、最初にこんばんざいってしとる。2回目ヤシさん、ヤッホー、ヘイチさんこんばんざい。いつもやったでもちょっと今プリンなんだけどね、もうちょいしたら冷めます。ピエストの予約は当たりました。でもなんかいつもの人取れんかったじゃんね。ここに入れなきゃいけないって時があるけんさ、ちょっと待って、目かゆくなり始めたら一生かゆい現象起きとる。マジめっちゃ目かゆいけん、目かかん、目かかないよ私。みんな目かいとったら目かかんといてって言っといて。鼻かゆいな、自分でさえあんまり理解しとらんのか。うちも理解はしてない。寂しかったが本音だけど、そりゃそうだ。あちゃん、それはよかった、よかったよ。そう、いなかったからね、ゆみさん早い時間だったしね、よかった。
マガジンなしシルバーリーは嫌だ。なんか違う、なんかふざける。いや、ゲームのプレイは縛らん。だってそんな縛っていいほど上手じゃないけん。あれは上手な人が縛っても上手やけん面白いもんやと思っとるけん。どうしようかーって迷っとる今。かおちゃんやっほー、すげえかわやったね今日はさ。そうベースが不調やってオンラインがね、あんま買えなかったみたいで悲しい。おるしちゃんのだが今日はでもいろいろ部屋がね6割ぐらい片付いたのと、行きたいとこ行けた帰り道に。今日はまたいつもと、そうそう朝から探検したけんさ、うちはいつもと違うとこ行ってみたいや新木場には行ったんやけど、スターバックスのも女なんです。実は帰りにねテイクアウトしたと。もう今日は眠たいって思って飲みたくなっちゃった。ま最近の流行りすぎて良くないよねマジで。散財マシンじゃんそれは。あんまり配信で飲まんって決めたけど喉乾いちゃった飲んじゃった。本当にありがとうね、話しかけて。こちらこそありがとうね、よかったよ。最後の新規はでした。アイシャドウはピンクのを塗ってます。今作ったのなんだっけな、あれだ、バビーメロのバレンタインボックス2のパレットの中の色を使ってます。目の下のとこだけ違う、でも一緒のバビーメロ。あのバビーメロの YouTuber のニキサキのちゃんとのコラボのやつをパレットを使ってます。雨もヤッホー、アイドルやからスタバ、やったースタバが似合う女になりたいね。今日ささっきあのアマゾンのブラックフライデーのセールが始まって、うちはゲーミングチェア欲しい欲が出てきてしまって、まあ買ってはないんやけど匂ったんやけど、なんかすっごいの出てきて、なんかそう椅子があって、これね椅子がここにあるんやけど、うちも座椅子なんやけど、それがで、それになんかそっからこの後ろ背もたれから椅子のこうやって伸びてきて、ここにモニターがついておと、でなんとここに椅子から付随して机みたいなのもついたと。タイムいくらしたと思う？100万円。めっちゃ面白かったYouTuber とかが企画でしか買わんやろこんなのっていうやつを見つけてしまって、わあ面白って思った。ホワイトモカしか飲まん。あ、それはそう、うちこれホワイトモカよ。マンチチヤッホー、まだ早いよ。かわいい、やったね。寿司食べたい。たくまくん、おいちゃんだよ。渋谷歩いとったらいいの。何どんなの。へえって、あおいちゃん的に今日のフライヤー配りの手応え。フライヤー配りの手応え、まあでもね、新木場ではね、ちょっとしか配れんかったけど。どうだろう、難しいけど、でも物販中はね、そう物販中の方がちょっとしか配れんかったけど、まだちょっと手応えがあったかも。まあでもさ、正直自分のトーク力はもちろん上げるけど、むずいよね。ハイキングプそのゲーミングチェアタンプルで大丈夫、いりませんあの普通に置く場所なさそう。でもそんなの世の中にあるんやと思って、めっちゃすごかった。多分アマゾンでゲーミングチェアって調べてめっちゃいっぱい見よったらみんなも出てくるよ。3万円。えでもなんか結局どれにしようって思ってすごい悩んどった。でも買うかは分からんけど、あおいちゃんなんかやった、今日おろしたわけんかな。黒のパーカー着てます。今日は買いに行きたかったとこ行けたけんよかった。
本当はなんか渋谷でフライヤー配りをやっとしちゃったけん、それもしたかったんやけど、本当は行きたいとこと行くとこといろんな事情等が絡み合っていけなかった。またでもしたいね、フライヤー配りはとてもなんちゃんこんばんざい。テレビ無線ゲーミング座布団ハイピン日本代へーす。ゲーミング座布団無線ハイピン日本代表だいぶしんどい。激甘のホワイトモカホワイトモカ美味しいよね最近も。ああセナちゃんに行っちゃうんだ。でもマッチさん最近ライブ来とらんけど会えとらんけど。スタバホワイトモカと期間限定のし、でもホワイトモカはうちもホワイトモカしか頼まんわ。マジわかる、ホワイトモカやもん。いつもホワイトモカ、ホワイトモカしか勝たんって思っとるね。でもさうちさなんかスタバのさコーヒー家で入れるやつあるやん、家でなんか溶かすやつ、あれ買った方がコスパいいのかどうなんだろうって思っとるけどさ、なんかいろんな種類ありすぎてどれ使ったらホワイトモカになるんだってわからんくて無理だってなった好みわからんからピンク、いいと、うちにってことそれは、ピースパンがマジ。髪型可愛すぎてスクショしたいぐらい。やった、アマゾンチェックしてね。飲み物はチェック、どういうこと。新規部好きな会じゃない授業で、あらまあ授業お疲れ様。ワイヤレスイヤー、ワイヤレスイヤーも買わないか。僕はどこにも行かないよ、どこにも行かんといたね。ライブ、あ来るん、来月末いつ来ると。今日中に12月の予定のカレンダーを絶対に出す。夜中、今日ちょ日付は越すかもしらん。日付ぐらいまであのゲーム配信しようかなって思ってるんで、わからん、自分の腕前次第。目標は日付。一回飲んじゃったっけ、スタバ飲むね、いっぱい。めっちゃ汗かいとるこれ。まー、あ、ちゃんやっほー。7月ぐらいに地元の駅高にスタバできたのに、あはは一回も行ったことない。でもスタバってさ行くんだったらあんま行かんよね。うちはさマジ最近で、ね、ここ1ヶ月ぐらいにしてスタバにハマっちゃって、それまでほとんど行ってなかったけどなんかハマっちゃって、ハマっちゃって、てかここ1ヶ月ぐらいであのカフェイン飲まないとやっていけないみたいな人になり始めとって、やばいやばいだって今日朝もねちゃんとマウントレーニアのカフェラテ飲んだもん、ちゃんと飲んだ。でももう夕方には眠いけん、夕方にもう一回カフェインが欲しくなるんよ、やばいって思って実家やからソロランク回してる時家族いてし、いいわそれなんかちょいちょいおるって言うん実家の人何しようって、なんで教えてよ、誰予約にするんレナさん、ありがとう、お互いありがとう、お疲れ様、お互いね。じゃあライブ行くなんで、無意味じゃないよ。おーちゃんがアイドルでいる限りは見てやった、ガチ恋ボイシュス噛んだ、ガチ恋ボイシュシュスって言っちゃったガチ恋ボイス言えたわ。ゆうきに教えて送ってもらう何せ経由する俺スタバ一回行くね、そっちがスタバハマったけん、じゃあみんなもハマろっかスタバに行ってってでも多分そうリリーベが始まるんやけど、リリーベの特典で多分スタバデートとかもあると思うんだ。みんなよかったら来てね、いつかわかんないけど。僕に任せない、すごい任されとる、ちゃんと。わかる、カフェイン、そうなんや、マジ最近ほんとや、もうカフェインって便利って思っちゃって、ほんとにもうね、さっきでも単純にあのちょっと調子悪くって、体の今マジ大丈夫ないけど薬飲んだけん単純にってなっとったけど、
って顔してたけど。そしたらさ、ね、そういう時って大体ね寝っ転がるやん。そしたらちょっと寝ちゃったよね、1時間ぐらい。逆に今ね、それの後に飲んだっけ、めっちゃもう一回飲んだっけ、ちょっと一口飲んで寝ちゃって、でももう一回飲みよっけ、多分今目パッチリ。おい、マジ？じゃあ教えてよ、なおさら。カフェイン取りすぎて、ちゅ、マジ？え、カフェイン中毒ってどんな感じになると？トムシェンさん、ハロー。なんなら俺が欲しい。それはマジカッコはてなんやないけど。それはカッコはてなんやないけど。もうさ、おい、怖い、怖くないよ。スタバほぼ行かない。あ、一緒にハマろう、スタバに。最近スタバにハマっとけ。でもさ、すごい思う。スタバで作業してる人って、だいたいマック。ずっと思っています、私は。でもね、うちさ、うちの持っとるパソコンならまだ紛れれるかもしれないとか思うけど。ノートパソコンで作業しないと思う。もうなんかマウスとキーボードとモニターが全部分割されとるこのパソコンに慣れちゃったけん、一緒にされると多分慣れんのよね。吐き気、頭痛とかさ、やばやばいね。え、なんかその一時的になるもんなんや。え、飲みすぎるともうなんか吐き気とか頭痛がしちゃうんだ。そう、でもさ、カフェインってさ、取りすぎるとさ、すごいダメじゃんって思って、やけんうちガチ眠い時はあのクラフトボスのブラックを飲むんやけど、あの徹夜した次の日とか大体飲むんやけど、あのそれ以外はあのカフェラテにしようっていう。どっちにしろカフェインなんよって感じやけど、ちょっと薄いじゃんみたいな気持ちで、それで十分効かせて。でもさ、毎日飲みよったら効かんくなりそうでさ、カフェイン飲んでも眠れるようになっちゃったらもうさ、助け舟がなくなるけん、それは嫌だって思うけど、最近助けてもらってしかない。あちゃスタバ好きなの、一緒にスタバ出てる。え、行きたいよ、マジめっちゃ行きたいよ、マジめっちゃ行きたい。スタバ美味しいよね。最近ちなみにスタバね、一緒にハマっとんのがあって、スタバ自体もハマっとっちゃうけど、スタバのあのチョコケーキ、え、あれ期間限定なのかな、クリスマスなの、え、でも普通にずっとあるの、あれは、あのチョコオンチョコケーキみたいなやつにハマっとって、マジで美味しい。でも今日最近出たあのクリスマスのいちごのロールケーキ食べたらマジで美味しすぎて、ちょっと泣いたけど、ちょっと食べ過ぎなんよっつってから、よくない。今日はまだちゃんと、これなんだっけ、何サイズ、あなたは、あなたは何サイズ、分かんなかった。これやべ、あんま、なんかラベルの本がある。トイレ行きたい、それはカフェイン取りすぎかも。よし、お逃げ。じゃあとりあえず会いに来てね。行ってないけど、え、そうなん、本当に本当に本当に、マジごめん、勇気酔ってる、まさか。まさくんだ、これ多分。初めて配信で見たよ。ヤッホー、一緒におるん今。でも今日なんか昼間から酔っ払っとるって言わんかった。デザイン、何それ、めっちゃ気になる。カフェイン摂取は計画的に、それな、計画的にやりたい、本当に。やけん、できる限り朝1本カフェラテ飲むっていう、最近朝か、まあ朝かな、基本目標、最近は。一番でかいやつか、一番でかいのがなんだ、グランデが通るの次なんだっけ、わかんない、スタバ慣れてなさすぎてサイズはわかる、うちもあんまわかってない。いや、最近ちょっとわかり始めた。おにぎりング何が欲しい、え、あんまり詳しくないっちゃうね、おにぎりングに。一緒に、いいな、焼肉美味しそうなことするやん。みないと青ちゃん僕、あ、好きだよ。もう酔っ払っとるんよ、そのコメントが。酔ってません、どういうことだ、うちが、え、それはないわ。うちはお酒飲まんけん。
も、うん、ヨシさんもスタバ飲んどったん。イエーイ。いやでもマジでマジで最近本当にカフェイン便利すぎて無理ってなっとる。初見ごめんいいよ来てくれない焼肉しながらこれ見てくれとる、ウケる焼肉いいな。でもうち焼肉はまあ一人焼肉ならいけるけど、最近ちょっと行こうか迷ったんやけど、一人で一人焼肉の店に。でもなんか贅沢やなって思ってやったけど、多分スタバとケーキ食べるよりもちょっと安そう気づいとる飲んでたカレーは飲み物からかぼちゃたんにとって、やっぱかぼちゃたんって呼んじゃうね、意外と呼べるのか。ホワイトなんちゃらフラペチーノだけど、ホワイトなんちゃらフラペチーノ、なん何フラペチーノ、わかんないそれ最近出たさクリスマスのさ、なんだっけあれ、クリーム、違う、クリームブリュレはこの前までやるやつっけ、なんだっけ、今何が出たんだっけ、クリスマスこの間からのやつ、あれ美味しいんかな、なんか美味しそうって思ったんやけど、でもクリームブリュレだっけ、なんだっけ、何が出たんだっけ、なんか美味しそうなやつあおちゃんと焼肉デート特典あり、でもさ、なんかさ、いつかオフ会とかであるかもしれんじゃん。だってなんかバーベキューとかあったんやないと、今まで違うと、バーベキューと焼肉は違うね。今日の願い星吉田美子、わやった、唐突にありがとう、今日そうレナさんと歌いました、願い星の吉田美子後半、レナさんとね前何回かかな、何回か多分やったことあるやけど、レナさんと吉田美子後半歌う2回目か3回目かぐらいの気がするけど、そう、小さな願いでいるのなら届けてよ願い星、やったー、ありがとう、マジで嬉しい巻き髪いいね、いいやろー、よかろうよかろう、かぶせた、そう、レナさんとやったんよ、マジでレナさんとやったんよ、歌いながら、あ、レナさんと一緒歌ってるわとも思ったりはした、顔には出さんようにしたけどレナさんにあの今日見て、よしさんとかやったよ、マジ今日の願い星のおつさび後半は、マジでマジで、ヘパリーゼは大丈夫かも、うちは酔っとらんけんねあーちゃんの美味しそうな顔よ、こじゃイエイダメなんで、久々にバンザインとスタッフさん押されるかはちょっとわからんかもな、それは。でもちょっとあのいっぱい来てくれたらいいかもね、皆さんの歌を聞きたい葵かもしれない。でもなんかでもレナさんとのサビ後半は、だからレナさんと一緒に歌うの、マジでレナさんが歌うますぎてめっちゃ歌いやすいのと、あと今まででうわめっちゃ歌いやすって思った2人で歌うさところとかは、あの一回お餅と十人十色のあれがダメならばこれができると一緒に歌って、うわなんか死ぬほどめっちゃなんかお餅とあったわって思って、なんか声の感じとか歌の感じとかが歌日めっちゃ歌いやすかった日あった、その時もなんか感動した記憶ある。でレナさんとの願い星の落ち旅後半は前いつかやった時に死ぬほど歌いやすくってわーってなって、もう今日もう歌いやすかったレナさんがいたのでマジで歌いやすい、個人的にね個人的に私からすると歌いやすい、
会社を変えるしかやばい、ないし、すごいガーンのあれがすごいね、なんかすごい文字だ、すごい文字だ語彙力失ったみたいです。花火の湯でときめけば、泣きたくてもう帰れない、いつまでもそばにいたいから、でも今日は新木場はね、ちょっと時間はなかったんやけど、その物販中にビラ配る時間はほとんどなかったけど、でもなんかちゃんとがっつりビラ配れるっていう感じの会場やったけん、最近あんまないやん。でもなんか最近すごいなんか様子見ないよな、なんかさ今までダメで徐々に緩くなってきようけど、ここは OK なのかみたいな。バタジャパンで歌がうまいといえばまずふみさんだけど、ふみさんってなんか2人で歌ったりすることは何があったかな、なんかあった気がするけど、ふみさんとも多分歌いやすいけど、多分なんか声の感じ的にレナさんなんかめっちゃ歌いやすいっていうか、個人的にレナさんもかなりそう、前めちゃめちゃ前、遅刻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 、え、なんかその話したっけ何の話してたあ、シュップシュップがってことか、納得。でもそんな遅刻じゃないから、言うてでももう3、え、何分か入った、30分ぐらい経ったもん、30分近く経ったね、それは遅刻遅刻だわ、なんかそんな経った感覚なかった、さっき始めた気がしたシュップシュップ今日はありがとう、こちらこそありがとうね、いつも8000点です。麻雀配信もしたいけどね、ちょっと今最近でもやりたい配信もいっぱいあるし、全然なんかちょろっと、もう浅く広くやっちゃっとるけん、全部のゲームを、そもそもの配信時間をちょっと YouTube も増やしていきたいなって思っています。廊下いたってじゃあバケツ両手に持っとくっつって、そんな時代あったん本当にって思ってるけど、なんかで見たことあるけど、何そのなんで見たんだろうね私は。あ、すごいふとあれしたけど、びっくりした、マンガンは8000点だ、びっくりした、急にちょっと倒れちゃった、この子ね、この子ね、ペーティーちゃんの手にね、もう一回忘れるんやけどさ、この子の名前なんだっけなんだっけ、ちょっと一生懸命名前思い出してる今、コメント見ずにね、コメントは見て答え合わせするけん、ちょっと待って、毎回忘れるっちけど、あー思い出せんけん、見る何回か忘れたけど廊下、あ、でもなんか教室の後ろとかやったらあった気もする、廊下もあったかも、立たされたことはないけど、あ、でもなんか修学旅行で部屋で騒ぎすぎて、みんなこの部屋の人廊下立っとけって言われたことはあるけど、ホテルで、そっちの方が迷惑じゃねえって思いながらちょっと立った気もするあ、ベアコ、そう、ベアコ、ありがとうね、すぎ。キョンコ、ヤッホー、パック、それだ、大事そう。もうこの子の声とかは思い浮かぶんやけど、パックがいつも出てこんで、も最近出てきとったんやけど。エンドロイドがちょっと。一番不安定な飾り方をしてしまっとっちゃうね、うちが多分。椅子に座らせるっていう。でも、それが可愛いけん、いい感じ。なんか好き。キュンです、あはは。今日ずっと配信しよくけんさ、焼肉しながらずっと見よけるん
今日ゆうきが青かわいい好き言われとる。ありがとう。あ、でもなんか聞こえた気もした。ともしくんありがとう。ともしくんさっきもおったよ。さっきおったよ。その通りだけど、どうする、どうしよう。ほしくんもおったよじゃない違う、ゆうきはあれやもんね、また酔っ払っとったもんなっつってから。まあでもシラフじゃまだ話せ。でもさ、今日あんまさ、なんか今日あんまテリトランクなかった。なんか今日割とちゃんとなんかがっつり、いつもねこうやってね顔見たらねちょいちょいこうやって反らすんよ。割とちょいちょいね反らされるけど、今日割とがっつりなんか顔見て話せた気がする。ずっとではなかった気もするけどえ、仕事終わってからバイク、あ、バイクの家大丈夫、事故らんことね、マジで。バイクマジ怖い、乗るの乗れなそう。うちアオニャに会えて嬉しそうのやったね、いっぱい飲んでる男子もお酒ってそんな楽しいんやね未成年の素直な感想でした。こんばんは、アタマックもヤッホーステージの、いやーよかったよマジで。そう、ステージで初私でした、よかったよ。あれじゃん、ヤッホーまた来る、また来てね、帰ってくる、お疲れ。星くん、あみちゃんかわいい、それは全部一人で完結しとる、やばい。そのビラ配り頑張って偉いな。そう、ビラが配れるようになってきたけんね、徐々に。そう、今日の新規版、今日の新規版本当は3時間ぐらい配りたかったけど、あの楽屋とかの関係でちょっとしか行けんかったけど、それはしっかり、あーちゃんと、いいじゃん、ありがとうちょっと慣れた、かぶちゃんと会わなってからやったね。バイクね、ん明日のライブ起動失敗して、え、明日のライブそんな遅くないよね違う、それがさっき見よったよ。あ、ちょっと明日のライブやっぱ告知したよね。え、明日ってこれだよね、18時55分からのやつだよね。え明日遅刻したらって言いよと、これ何時ダメだよ。あ、でも何時、え、何時さ、え、一回帰ると家にだとしたらめっちゃ出るの早い。ちっちゃん、ちっちゃん、あおちゃん、クロミちゃん好きです、すか、今日 UFO 巨人です。え、どうなの、あ、うち可愛いキャラなら何でも好き。でもゆっきさ、こないだディズニー行ったと言うやん。あ、え、あさっ、草からの原宿の日はあさってじゃない、あれ、それは明後日じゃないけ、泊まりやけど仲間、あ、なるほどね、あ、確かにそれは夕方まで寝とる可能性はあるのかそうなはずよ。あれ、浅草じゃないね、これ。え、浅草っていつの話、明日これ浅草やっけ、え、違うよね、原宿よね、浅草、あ、わかった、うちのあれが古いんだ、こ、カレンダーだよね多分、これ絶対そう、カレンダーの頃には多分浅草がいたかも。え、違う、いないよ、え、どこだそれは、
ウッサン、それはどこに行くんだ。ディズニー行った、知っとるよいつかまでは分からんか。いいな、今さ、うちディズニーモチベめっちゃ高いんよ。行きたい欲マジめっちゃ高い。まあ行く日はないけん、行く欲ないけど だってさ、これさ、削ってくるさ。じゃあまあいいや、この後、まあでもこの後まとめるんで、12月のライブ予定。でもなんかほとんど毎日ライブあるんで、みんなよろしくね。おたかでついしてないけど知ってるんだ。まあでも聞いたしね。オーラさん、山口のやつ青にゃんもっていうことだ。行くってこと？行くよ。原宿よね。びっくりした。浅草けどどこに行くんかいねって。あれ？揚げ物かね？知らんけど。ちょっとどこでライブやるかは知らんけど。あ、別現場行くんか？つってから。明日来ると？あれ明日来るって言った？え、なんかでもどっちか来るって言ったっけ？なんかさ、今週末ぐらい来るって言った気がした。気がした。ちょっとね、記憶力自体。今日ライブ予報にゃーにゃー見てよかった、見やすく。そう、そのカレンダーを今日の夜中に出します。日付は超えるけど、うちが寝る前がまでが今日なので、うちが寝る前までに作りますって感じ。その T シャツパーカーです。いいやろ。で写真撮るって言ったらみんなに数字に勝ってないけどな。違うあれって心配やったよ。酔っ払ってる僕いるよって酔っ払っとるんよ一生よ。なんか一回シラフで会ってみたいけど、多分ず、いや一回にか、いや絶対会ったことあるんやろうけど、次から毎回酔っ払っとるか聞こうと。山口と福岡はお隣よ。パーカーでした。そうです、パーカーなんです。パーカーいいよね。だからね、ライブ、じゃあ YouTube の配信する時とかはなんかゲーマーっぽさをどうしても出したくって、うちは。そうなるとやっぱゲーミングチェア欲しくなり始めたんやけど最近ブラックフライデーセールで買うかって思ったけど、でもやっぱさ、なんか結局ゲーミングチェア買うんやったら、かわいさ重視でも、かわいさ重視してさ、ミシミシ言うとこうやって、あれ言わんちけど、こうだ。なんかこの椅子ミシミシ言うんやけど、めちゃめちゃこう、ここやばいよね。こういうミシミシ言うとちょっと配信にミシミシっていうかマイクに乗るんよね、これが。それが嫌やけん、なんか機能重視すると、違う見た目重視するとどうしてもレビューが少ないのしかなくて、それならなんかまだシンプルそうな、でもなんか一番安心安全の AK レーシングの白黒を買うかっていう、高いけどねっつってから迷っています。先週が浅草やったからちゃんとバンザイジャパン上いいか。そう、でも浅草はあったけどね、浅草橋か。山口家手振ったらご家族さん振り返してくれるかもね、かもしれんよ。よき酔っ払いしとる？楽しいならオッケーだよ。ちなみに揚げ物は、そうなんや、失礼なチェアね。そう、マジめちゃめちゃミシ、そう、でも最近ミシミシなる、なんかこの椅子の座り心地はマジ悪くないんやけど、でも長時間作業しよくて、やっぱ腰っていうか腰とかお尻痛くなる、やっぱり。最近さ、その動画編集とかもしたりしよっちゃん、ちょいちょい間時間で。で、12月の最初からあげれそうな気はしている、そろそろ。一生動画編集しよったけん、今月ずっとなんか、今月1ヶ月かかったんやけど、ちょいちょいしよった隙間に。もう忙しかったってもあるけど、今月。
ティ、あ、そうなのね。リナティよろしく。リナティさんとはラジオでご一緒してるのでね、はてなって言ってる真剣に考えとることあるし、ちゃんと話、ちゃんとじゃあ話に来てよいや、ちゃんとは話しとるんよで、それかまたトークポートあった時が。でもね、ユキとのトークポート割と面白いけどね私はゲーミングチェアお高いけど、それで腰とお尻が優しいんだったらって思う。それこそ多分長時間ゲームしとったら今日もちょっとワンチャン腰痛くなりそう。分からんけど、あ、じゃあね、分かっとるよそれはその文脈でやったらそうかなって思ったよ。やけんありがとうだよ。話したい。え、そう言われると気になるけん聞きたいんよ、めちゃめちゃ。じゃん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 、あ、よいしょ。はん。赤見える。やはり今度違う。かもしらん。今日はスタバを飲む女です。てってれフル兄さん、やっほー。酔っ払ってはいるけど常に身も。やったね、ありがとう。いや、めっちゃ分かっとるよそれは。あ、見てくれとるってすごい思うもん今日もそうやったしね、ありがとう。あくびたんか、あくびたんでした。よいしょにお願いおねだりするしかないね、マジ。待って、めっちゃ鼻かゆくなり始めた。いや、もうなんかいろんなとこかゆいやん。あ、でも今日ちゃんと洗濯回してずっと洗いたいって思っとった。アウター洗うのって結構勇気いるけど、アウター洗いました。何、おしゃれ着とかで洗わない関係さ、大変だってなるけど、まあ、別にあんま大変じゃないけどネットこう詰めてとかした。えらい。まさん今日これチェック、わー待っとるよ。やったー、ありがとう。待っとるよ。ちゃんとね、がっつり帰らなくてないもんね。明日行けるかギリギリになるけん、分かったら、お、オッケー、待っとる。ギリギリ頑張ればって感じなのか。頑張ってくれたら大喜び。まあでも、頑張って無理でもあれだけどね。それはしゃーなしだから。くれたら嬉しいよ。頑張れ、応援してます、じゃあ。花粉症ね、でも秋花粉うちないはずなんよね、春花粉の。でも、あの、もともとなんか鼻炎持ちやけん、年中。年中鼻炎持ちやけん。鼻炎を持ってるんで、鼻水はよう出るんですけど、つったから。やけんね、あの、割とね、あれぐらいね、常に持っとる。俺もね、痛いこと言われてん。それはくしゃみが出たのに。リニ、やっほー！やや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 。頑張って、ありがとう。今日は21時から YouTube 始めたいけん、まあ50分過ぎぐらいになったら終わります。ショールームで YouTube でゲーム配信をします。よかったらさ、ゲーム配信もゲームわからんよって人でもなんか頑張ってるので違うまた一面が見れるので、ぜひ見に来てください。今日ちゃんと顔出しもねするので、最近あのウェブカメラを買い替えて顔出しがちゃんとできるようになったので、一時期ウェブカメラ壊れてたんですけど、え、ってかてか明日、お、マジ？明日の予約誰にするんだい？って言ってからね。レナさん？来れるん？確定？さっきわからんって言ったけど、どっちなん？じゃん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 
ちゃ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 シュプシュプ、あ、自分、お疲れ。なんかあるよね、旅の後の寂しさみたいな。お疲れ様、来てくれてありがとうだよ。大変だ、めちゃめちゃ時間かかる。でもよかった、会えて楽しかったよ。忘れさせてあなた、ロインピタピタ、いや、ビタビタやった。可愛くしちゃった、ロインピタピタ。リブ、え、ありがとう、本当だ、ありがとう、ありがとう、 Thank you だよ。楽しもうね、次葵ちゃんにいつになるか。でも次会えるの楽しみにしとるよ、また。それまで楽しみを、じゃあ蓄えとこう。ナイス、わー、やった、今日めっちゃいっぱい好きって言ってくれるじゃん、ラブね、ありがとう。でも割といつも言ってくれるけどね。今日はドストレート表現が。嬉しい、ありがとう。さっきの話、オッケー。待ってるよ、明日ね、いっぱいいっぱい30分枠だから、ちょっと楽しい。ここも大好きだが。やった、嬉しい、ラブだよ、大好きだよ。そういや、この前の新月のリマさんがしゃあでもないってかったっけ。なんかさ、最近さ、リマさんのどこやったっけ、え、どこやったっけ、どこやったっけ、え、新月かな、いや新月だ、新、え、新月かな、いや新月もしびれた記憶はあるけど、え、なんかさ、え、どこやったっけ、え、新月かもな気はするけど、いや、この間の新月マジでしびれた。いや、なんか新月以外にもめっちゃ意外なとこでリマさんでうわーってなった時あった気がするけど、どこだったっけ。いやね、リマさんの声いいよね。ですか、え、でも中心月は、いや、歌もやってみたいけど、一番やってみたいのはリフトです。リフトの上げる人やってみたい、上がる人にもなってみたいって、もどっちかというと上げる人やってみたい気持ちがあります、実はね。イエイ、星くんタイトルぐらいに好き、おー、めっちゃ好きじゃん、ありがとう。ほらもう、いや、あれ言ってないよ、よしさん。地元寒い、寒って、雪降っとる？声枯れかな？どこだろう？どこやっとった？いや、声枯れな気もする。え、なんだったっけ？なんだったっけ？なんやったっけ？もうリマさんはなんか、リマさんね、どこ行くよ、いや新月なんかな、でもなんかもうちょい意外性があったとこな気もするよね。わかった、あれ、名古屋
のかな、これ確認レッスンの時かな、そのフォーメーションシンポジで確認をする時のどこかな、これは多分この間の名古屋かな、これをやったのは。なんかちょっと待って、この間の名古屋じゃなかったら怖いけど、もう一回ちょっと一応これはもうし終わったやつだよねっていうのをちょっと確認してもいい。でもいつだろう、どこだろうな、ちょっともうちょっとここだな、ちょい待ち、ちゃんと言っていい、どこだろう、あちょっと待って5秒待って、これ分かった、思い出したけど一応なんかマジ怖いけん、多分これじゃないな、いやそうだそうだそうだ、こないだのこれあれだ、11月21日の名古屋で多分リマさんがザンスのジュリア散歩集をやって、そこのリマさんのそのライブのではなかったんやけど、多分ナイトフィーバーが癖になるのところのリマさんの表現がマジリマさんの大人の色気みたいな歌い方すぎてしびれた記憶がある。さすがに雪は降ってないんか、でも、まあ、雪とか降ってない、北海道ってもう雪降っとっちゃないと違うんかな、でも気づいたらもう12月になるんや、もう真冬じゃんって思って、え、マフラー買わないかん？でもなんかさ、うちさ去年も同じことしたんやけど、マフラー買わないかん買わないかんって思って、マフラーってどれ買えばいいのか、なんかマフラー見に行ったらね結局わからんくなって、でも今日すごい買えばよかったかな、マフラー買いに行けばよかったのかな、酔っ払ってるけど酔っ払うといろんなこと言ってくれるけんねトイロが、いやチャンスだったんです、なんだかんだ今月3回行けるのがわ楽しみだね、僕はシラフだけど葵ちゃん好き好きチュチュです、好き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 チュチュです、ありがとうチュチュですシラフなのね、ほしく、え、ほしくんは一緒にご飯食べとった、一緒じゃないと今は青と、そうマジで大人の色気あった、あれは大人の色気だった、あれは それが僕なんですよ、いいと思うよちょうどプロローグが流れ始めてからはい、せーの、わーいいな、それが好きだったな、またリマさんで、リマさんのなんか歌い方いいよね、リマさんっていう名前がついとるもんすごい、この間もでもこの間の新月を裏で聞きながらこの話をメンバーとしてましたゆきを置いて帰っちゃう、帰ったのね、ほしくんはお家なんかじゃあもう帰っちゃいましたってことは、まあでも今日さ会社に泊まっとったんやろ確か、ほしくん寝てないってことかないね、だとしたらもう眠そう今ちゃんと休みだね、眠気、眠気はないんやけどあくび出るね、あれかもね、酸素吸えてない日とかもね、うちその花日だけ帰りのバスえ、バスってさむずくない、なんかさ気づいたらさ降りたいとこ過ぎ通ってきない、うちめっちゃあるんやけどバスあんま乗らんけどさ、バス降りるときめっちゃ集中する、結構あるバス乗り過ごすこと、てかそれこそ福岡住んどった時はバスまあまああんまり使う方ではなかったけど、なんかバスで行くとこは大体チャリで行っとったっけん、あれやったけど、バスさ降りれんのよね、なんか
きつい。なんか多分電車ほどさ分かりやすく止まらんじゃん。なんならさ降りるボタン押さんかったらさ他に降りる人おらんかった止まらんかったりするけんさ。だけんさめちゃめちゃ乗り過ごすこと多い気がする。あくびたんかわいい。あくびたんです。この間のお話はなんだろうな、だろうな。マシ君に置いて行かれたからかな、置いて行かれたから、まあ、まず新木場に焼肉とかあるんや。あでもなんか駅前にあったっけ。あれ新木場にね、あのスタジオコースト以外の建物はあんまりなんか工場みたい企業みたいなイメージすぎてわからん。駅シラフであいちゃん好きすぎる。それは虚言かも。絶対酔っ払っとるもん。絶対シラフっていうところが嘘なんよ。いやいや虚言駅って言える。誕生日、わーよかった、かわやり、おめでとう。かぶっちゃった。ナチュラルめなあおいちゃんでした。なんか誕生日でした。ハッピーバースデーしよう。かぶっちゃさん、おめでとう。酔っ払い、酔っ払いじゃん、もう。絶対一緒に酔っ払っとるやん。え、待って、もう50分なんやけど、早っ。もうちょいしたら終わるかも。実際はお茶で伝わってます。ありがとう。でもやっぱり今日も酔っ払ってたみたいに、なんか持ってくる作業されたような気もしたけど、多分気のせいかも。そろそろどっちなんだってなるよ。それは本当なのかってなってはいるけどね。もう自分で買っちゃうよそんなことしたらって。買わんけど多分。おちゅんカレー、カレー。でも多分絶対にあのカフェイン飲んでるんで、カフェイン飲んでマイラテ飲んだけん、でもいっぱいお花摘みいきそうな YouTube 配信するよ。いっぱいお花摘みいきそうな。酔っ払ってるけど真面目なこと言えてるでしょ。ラちょいちょいごじっとるよ。そろぶち終わろうかなって感じで。このルームはバンダイジャパン福岡県の連動市の皆さん、あおめのルームでした。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界発信していくアイドルグループバンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。福岡県はバンザイジャパンに一人なので、よかったらここ初めて見たよって人も、博多弁好きだよって人も、よかったらルームのフォローよろしくお願いします。毎日配信しているのでお時間ある時に見に来てねってことで、して私は実は知らない人もいるかもしれないんですけど、ゲーマーなんですけど、このあと YouTube の方でゲームの配信をします。また違った一面が見れるかもねって感じなので、よかったら見に来てねってことで、今日はこの辺で終わろうかなと思います。皆さん来てくれてありがとうございました。以上、バンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵でした。またね。それはいつもの、それはそう、にゃいつもよりありがとう。お疲れした。おやすみ、おやすみじゃないけどね、ありがとう。ということで、みんなバイバイ、ありがとう。